はい、GTO が世界一大好きトモールです。いやー、今日網走監獄来てるんですけど、いや、GTO めっちゃ良かったですね。で、つい先ほどね、GTO がね、久しぶりに、ドラマとして、やってたんですけど、なんかこのことに関して、ね、なんかこんな風にね、なんか反町老けたとか、残念すぎるとか言ってるやついたんですけど、あれはほんまにふざけんなっていうのは思ったしね、全然老けてねえし、めっちゃ良かったなっていうのは思いますね。で、今日、ね、網走監獄からね、GTO 見てたんですけど、いやー、すごいっすね。広いし、この景色ですよ。この網走の。この景色がね、すごいですね。はい、ってことでなんか老けたとか言ったやつはふざけんなっての思いますね。で、ちょっとこれから網走監獄ブラッてしていきたいと思います。